はい、今回はですね、日本の裏社会、あとはですね、裏組織、まあ、そこら辺のことについて、ちょっとお話していきます。日本のですね、裏を、仕切ってるボスは一体誰なのかっていう、そういう、ちょっと真面目な話をね、していこうかなと思うんで、よかったら最後まで聞いていただければと思います。あとですね、気になった方はチャンネル登録、よろしくお願いいたします。日本のね、裏組織とか、日本の裏社会とかっていう話を聞くと、実は、893ではないかとか、例えばあのヒットマンじゃないかとかっていうことを、思われるかもしれないんですが、ちょっとそういうのとはあの違った、もちろんね、真相不明な話なんですが、リスナー様が、おそらく関心を持たれるであろう、内容についてちょっと今回もね、絞って話していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。信じるか信じないかはあなた次第です。証拠がないのでね、ありとあらゆるものを考えていきますが、一体これはどうなってるんだろうかっていうことの、分からない、形のない抽象的なものについてね、迫っていきますので、そのことをご理解の上、聞いていただければと思います。この話おそらく、多分リスナーさんは関心高いと思うんですよ。僕がちょっとうまく話せない、かもしれないのでごめんなさいっていうことでね、いつもあのお話ししてる話ですが、物事っていうのは表があれば裏があるんですよ。で、逆に裏があるから、表が証明されるっていう、そういう話なんですが、真面目な話でね、いきますね。日本の裏側を牛耳ってるのは一体これ誰なのかっていう話ですよね。893とか、半グレとか、そうなのかもしれないんですけど、そういったことではなく、形を変えて考えていきますが、経済の話、お金の話をちょっと考えるんですよ。で、これっていうのは、僕が知らないだけではないと思うんですけど、おそらく答えのないもの、不可解、不透明、見えない、とされているものがあるんですが、他のコンテンツでもこのことを話したことありますが、日本の銀行っていうのは民間銀行なんですよ。日本の、中央銀行の株の 55% は日本政府が持っているんですが、残りの 45% を誰が持っているっていうことが明かされていないんですよね。非公開、非公表っていう、誰だかわからないんですよ。で、それには関しては、いろんなことを言われたりとか、いろんな憶測が出るんですが、わからないんですよね。明かしていないんで。ここにですね、まず一つ、最大の疑問を僕は、昔から思っているんですよ。リスナー様も、思ったことある方いらっしゃるんじゃないんでしょうかね。なぜ日本の中央銀行の株、持ち主が明かされないのかって話です。 55% は日本政府が持ってるってことは分かってます。それは分かってます。 45% が分かりません。これなんで分からないんでしょうか。おそらく考えられることですが、この日本の中央銀行の 45% のこの株を持ってる人、この人がもしかしたら日本の、裏側を、操ってる人なんじゃないかって、そうやって疑惑が出ますね。日本の裏組織の頂点、あるいは日本の裏社会の頂点、ボスに当たるんじゃないかっていうことを、真剣に思うわけですよ。ちょっとね、このことを一回頭の片隅に置いておきまして、あとはね、いつも僕が、リスナー様に話している、比較的というか、皆様も、ご存知、僕も結構、お話して、わりかし、関心が高い話をちょっとね、触れていきますね。これっていうのは僕とかリスナー様はよくこういう話をしたりとか、いろんなことを皆様が思っていただいてるんですが、全くそういうことが例えばわからないとか、初めて聞くということだと、ビビる、何なのかって思う、ことなんですが、日本政府にはね、裏組織、あるいは日本政府には闇組織があるのかどうかっていうことが、これっていうのは必ず話題になりますね。で、これっていうのも、今回も一応このコンテンツっていうことでね、再度確認して調べたんですが、もちろん正しいかどうかっていうのは分かりませんが、僕はこう思うっていうことを思うんですよ。日本政府の、裏、あるいは日本政府の闇、そういったところの組織を担っているのは、おそらくアメリカ CIA ということです。アメリカにですね、日本が戦争で負けて以来、ずっと日本はアメリカの属国なんで、アメリカの、下というか、監視下におります。そしてですね、この話はしたことがあるんですが、今度はちょっとまたね、形を変えて、こういう形で言ってみたらどうかなということをちょっと思ったんで、そのことをお話しさせていただきたいと思います。日本の政治でね、アメリカに反対する人っていうのは、ことごとく政治生命が、妨害、うまくいかないっていうことが分かってるんですよ。それが顕著に現れるのが自民党形成会っていうところですね。
中川翔一、田中角栄、竹下昇、小沢一郎、橋本龍太郎、全員、政治生命がうまくいかず潰れてますね。これっていうのは偶然ではありません。日本が、アメリカに、反対すること、アメリカにアンチをかますと、このような道になるということです。そしてですね、今回、ちょっとこのことを調べてみたんですね。再度、こういったようなからくりになっているということが分かったので、まあ、そのことをお話していきます。日本の、まあ、戦争で負ける前と後で日本のどうやら警察のシステムが変わったみたいですね。日本が戦争で、アメリカに負けて以来日本の警察のシステムが入れ替わって、まあ、日本の警察あるいは日本の検察、まあ、司法あるいは公安警察、その上にアメリカ CIA がいるということが、これがまあ言われている、ほぼ分かっているということですね。この構造から逆算して考えると当然ですが、日本の警察の、上に検察の上に、アメリカ CIA がおりますので、アメリカ CIA に反対するという行動を取った場合、アンチを取った場合というのはことごとく潰されていくということですね。そういったことから、アメリカに反対する政治家は、政治活動を妨害されて潰れていくっていう、そういう話につながっていくわけですよ。これっていうのも、日本がアメリカ CIA の監視下にある、支配下にあるっていうことから、全く、まあ、スムーズにっていうか、まあ、理解、まあ、できる話。まあね、不可解といえば不可解なんですが、まあ、こういう構造になってるってことです。そしてちょっと今回取り上げてみようかなと思う話はね、まあ、リスナー様が聞いたことあるかなとかって思うんですけど、天皇の話なんですよね。日本の天皇。聞いたこと、ありますか？裏天皇とか、裏天皇とか、八田ガラスとかっていう言葉があるんですが、まあ、何が本当かっていうのは分かりませんがね、まあ、それをちょっと今回調べてみたんで、日本の天皇を守る裏天皇というのが言われていると。この裏天皇が八田ガラスなんじゃないかということを言われているんですが、そもそも何でしょうね、この裏天皇ってね。日本には天皇陛下っていうのが今表向きにいるんですが、表があったら裏があるって言って裏天皇がいるっていうね、うん。で、この日本の天皇を守る裏天皇が八田ガラスなんじゃないかっていうことを言われてるんですよ。裏天皇とか八田ガラスとかちょっとね、なんだろう、よくわからないなとかって思うんですけど、こっからね、一気に話をね、ぶっ込んでいくっていう感じなんですが、こういう感じですね。裏天皇の正体は、ロスチャイルド、あるいはイルミナティ、そういった疑惑が、出てます。もちろんね、証拠がないですよ。しかし、限りなく、に似通っているとか、そういった話があるんですよ。で、日本のね、裏天皇の正体が、ロスチャイルド、あるいはイルミナティなんじゃないかってことは、昔から一部の人の間で言われてるみたいなんですが、イルミナティとかロスチャイルドが派遣した人間が、実は、天皇の近くにいるんじゃないかって、そういった、まあ、噂話。まあ、本当か分かりませんが、それを詰められる限り、まあ、どうにか詰め寄っていこうかっていう感じなんですが、イルミナティ、ロスチャイルドから派遣された人間が、日本の天皇家の、まあ、天皇の近くにいて、これを裏天皇と言ってるってことですね。で、裏天皇の正体がイルミナティとかロスチャイルドってなんでなのかっていう話なんですが、ここにポイントがあるんですよね。これが、証拠とまではいきませんが、限りなく、この噂が本当である、と僕が思うっていうことで、リスナー様も、まあ、ちょっとそう思っていただけるんじゃないかなっていうことを思うんですよ。で、この、まあ、何かっていう話なんですが、日本の天皇家と、ロスチャイルドのロゴですね、ロゴに注目すると、そっくりなんですよね。日本の天皇家のロゴとロスチャイルドのロゴがそっくりなんですよ。そっくりさんという感じです。見た目パッと見て、まあちょっと色が違うとかっていうのがあるんですが、本当に似てます。なんと表現していいのか、わかりませんが、そっくりです。イルミナティの、ロゴ。ロスチャイルドのロゴ、まあ、日本の天皇家のロゴっていうことですね。うん。で、特にですね、この、なんていうのかな、イルミナティの、コアであるロスチャイルドのロゴには、まあ、足が3つある、まあ、鳥みたいのがあるんですが、多分このことを、ヤタガラスと呼んでるんじゃないかなって思うんですよ。足が3つある鳥ね。それを、指して、ヤタガラスっていうようなことを言ってるんじゃないかっていうことが思います。ここからですね、出る答えが、結論が一つの仮説、まあ、結論なんですが、ヤタガラスっていうのが、これイルミナティって秘密結社、あるいは秘密組織、その、中のロスチャイルドなんじゃないかっていう、その仮説に行き着くわけですね。ヤタガラスっていうのの正体ね、うん、その、足が3つある、鳥みたいなもの、
のこの、正体がこれ秘密結社のイルミナティで、その中にあるロスチャイルドなんじゃないかっていう話なんですが、この話だけをすると何なのかなとかって思うんですけれども、話が最初に話した話とちょっとつながってくるんですよね。世界をどのようにして、まあ、自在に、操ろうとしているのかっていう話なんですが、今の、この僕たちが生きている世の中っていうのは資本主義なわけですよ。で、資本主義で、優位にことを運んでいくっていうことは、やはりお金の問題につながってくるわけですよね。で、この、まあ、ヤタガラスの正体がイルミナティあるいはロスチャイルドということであれば、このお金に関して何かしら、まあ活動優位性を持っていることをしているんじゃないかということが考えられますね。もちろん、証拠がありませんが、日本の中央銀行の株の 45%、これをですねイルミナティあるいはロスチャイルド、この関係者が所有しているんではないのかっていう、そういった、まあ、憶測疑惑が、出てきます。もちろんですね、この話っていうのは証明ができません。証拠がないのでね。うん。おそらく多分誰も証拠を持ってないと思いますが、まあ考えられる仮説、一部の人の、まあ考え、まあ僕もこう思うんじゃないかって、そういった話を考えると、日本の中央銀行の株の 45% をイルミナティ、あるいはロスチャイルドが持っている。しかしそれっていうのは、非公表、非公開であるので、わからない。あくまで裏の話なんで、これが表に出てくることはないっていう、そういう話ですね。で、まあ、最後に、まあ、確認させていただくと、よくね、インターネットで検索する人がいるみたいなんですが、ヤタガラスは本当にいるのかとか、ヤタガラスは実在するのかとか、ヤタガラスって言ってもね、正体不明なんで、わからないわけですよ。しかし、ここまでの仮説を、検証した結果、ヤタガラスの正体が、まあ、ロスチャイルド、あるいはイルミナティってことであれば、これっていうのは実際にいる人なんでね、ロスチャイルドっていうのは世界の、あの、大財閥の金持ちですから、です、あの、その人たちが集まって作る秘密結社がイルミナティってことなんで、これっていうのは実在するっていうことになりますよね。そして、このヤタガラスは、今裏の世界を、日本だけではなく裏の世界をね、まあ様々な形で、まあ、操ってるっていうことですよね。うん、あのお金の問題でね、まあ、ものすごくお金持ちが集まって、まあ、そのお金をどのようにしてか、様々な世界から、まあ、お金をね、まあ、得て、そういうようなことで、どんどんお金を増やして、そういうことで世の中を裏側から操ってるってことですよね。ロスチャイルドっていう、大財閥っていうのは実際に存在するんで、このヤタガラスを、それと仮定したら、実在するっていうことです。で、イルミナティっていうのは、世界のあちこちいろんな行動をしてますし、イルミナティの下にはね、アメリカ CIA がいますんで、アメリカ CIA っていうのは日本でいろんな事件とか、まあ、策略を考えて、まあ、様々活動してるっていうこと。で、今回のこの話っていうのは、もちろん証明ができないんですよ。証拠っていうのもないからね。ただし、さっきお話ししましたが、天皇家とロスチャイルドのロゴが非常に酷似している点とか、先ほどお話ししていただいた、全くわからないんですが、なぜ日本のね、お話した、中央銀行の株の 45% が明らかにならないのかって、まあ、そういった話をしてね、この日本の裏社会とか、まあ、裏組織っていうと、例えば、なんていうのかな、力が強いとか、ボーマル的に強いとかそういうことを思うんですが、見方をちょっと変えて、まあ僕らが生きている世界が資本主義で、まあお金なんでね、このお金に圧倒的優位性を持ってるっていうことであれば、まあこの、日本の裏にいるね、まあ裏天皇とか、裏天皇の正体がね、イルミナティだったってね、まあ本当に、まあ僕でもそう思いますけどね、結構これは調べる人がいらっしゃると思うんですけれども、なかなか内容がね、難しいし、僕はちょっとうまく話せないかもしれないんで申し訳ないんですが、なかなか、まあどうかなとかって思うような内容について、ちょっと今回僕いろいろ調べたんで、その調べたものを、リスナー様に、まあお伝えさせていただきました。日本の、まあ裏組織、あるいは日本の裏社会、その頂点、そのボス、として隠れて君臨しているものの正体というのは分かりませんが、イルミナティの可能性がありません。日本の裏天皇の正体というのはイルミナティ、あるいはロスチャイルド、まあ、そういった可能性が、考えられるんじゃないかということを僕は思いました。最後に言います。信じるか信じないかはあなた次第ということです。まあ、僕はそう思ってるっていうことで、今回のコンテンツここで終わらせていただきたいと思います。皆様いつも聞いていただいて本当ありがとうございます。気になった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。